色上質紙で作ったもみじの葉っぱで色紙を作りましょう。ダウンロードした画像を色上質紙にプリントし4つに折ります。3つに切り分けてから線に沿って切ります。プリントした方が内側になるように折ります。これに放射状に折り目をつけていきます。刃の先と折り目を結ぶように線を引きます。線が折り目のところで一箇所に集まるようにしましょう。下に柔らかいものを敷き、粘土べらなどを使って2箇所折り筋を入れます。真ん中は裏側から折り筋を入れます。折り筋をしっかり入れてから開きます。これでもみじの葉脈ができました。色紙に筆ペンなどで枝を描きます。まず斜め下に向かって1本、枝分かれするようにもう1本描いたら同じように2、3本付け足します。枝先から葉っぱを貼っていきます。葉の根元だけ糊をつけ、葉と葉が重なり合うように貼りましょう。朱肉で版を押して出来上がりです。ランチョンマットで作った色紙掛けに飾ってみました。葉の枚数が決まっているときは枝を描いたらまず葉っぱを置いてみます。位置が決まったら枝先から貼っていきます。版を押して出来上がりです。枝の描き方や葉っぱの枚数などを工夫してお好みの色紙を作ってください。